私はアマンダ・ウォラー、国土安全保障省の秘密機関アーガスの長官よ。あなたたちは何も知らないだろうけど、こちらはよく知っている。今日はあるオファーをしに来たの。あなたたちは気の荒い犬のように執拗、必死で貪欲、生き抜く術を分かっている。アーカムの中じゃキングやクイーンでも、壁の外では通用しない。世間はあなたたちのことなんて忘れている。これから一生刑務所でミートローフのウジ虫と格闘しながら暮らすのよ。けど私ならなんとかできる。社会の役に立つチャンスよ。それに、はい、アーカムガゼットのハリークイーンです。ちょっと質問なんだけど、なんでサメがいるの？では、自己紹介させていただこう。必要ないわ、キングシャーク。これは、レックスコープから手に入れたナノ爆弾の注射器。首に打ち込まれれば、それで終わり。今日でその人生を終わりにする？嫌よね。なら手を貸して。必要なのは一人。他の三人にはここで死んでもらう。ではお手並み拝見ね。さて。ああ、悪い。続けろよ。さて、オラーが世界最高の暗殺者を必要としてることは分かった。だがお前らは何ができるんだ？俺の経験上、あいつを理解してもいいことはない。あんたの経験が何だってわけ？そもそも魚が何してんの？何か心の病でもお持ちですか？全般性不安だ。なのにここに連れてこられた。海から？ベルレーブ刑務所から。少しは集中しろ。これは絶対に罠だ。あれに触ってみろ。ここから出られなくなるぞ、全員な。まあ、囚人のジレンマか。なんだそりゃ。こんなとこに入れるかってんだ。キャプテン、あんた来たばっかじゃん。私は5年もここにいるの。5年くらい無駄話を聞かされてる気分だ。ないか。あ、ごめん、デッドショット。せっかくの縛り付けタイムを邪魔しちゃった。デッドショットって白人じゃねえのかよ。お前はいい加減口を閉じやがれ、カンガルー野郎が。オーストラリア人だけに。わかった。つまり互いに殺し合いしろってことでしょ。私はここを出るためなら誰だって殺せる。あんただって、自分だって。いや、殺し合いはやめよう。ウォラーが戻った時、誰も爆弾を撃ってなけりゃ俺たちに呆れてどうでもよくなるだろう。それでいい。何もしないということか。素晴らしい。俺は極めて熟達した。ははずっとそこにいな、バカどもが。役に立たねえお勉強なんかより鍵の開け方を覚えた方が良かったんじゃねえのか。なんてったってキャプテンブーメラン様はな。If you want trouble
頭に爆弾を入れられた。はあ、4人とも敗者だ。ああそうだ、全員騙された。やったのは自分たちでしょ。ようこそタスクフォース X へ。狭いな、呼吸だ。よし、付き合い方を考えないとな。もう起きてるんだろう。実は俺は神の子でな、人間ごときに付き合わねばならんとは情けない。俺も情けないよ、アーカムでお荷物を背負わされるとはな。耳になんか入ってる。俺の耳になんか入れやがったら一体どいつだ。陰陽型通信機だ。これでどこでもお前のザレ言が聞ける。あんたらさっきからいちいち騒ぎすぎ。でもアーカムを出られてよかった、ありがとう。普通ならとっくに力を合わせて暴動を起こしてるとこだ。いや無理か、お前らなんかに気を許せるわけがねえ。あれはテストだ、心理ゲームだな。合格したかどうかはわからないが。まあみんな爆弾でお皿の方がいいじゃん。でこれからどこへ行って誰を殺す。俺たちを軍と戦わせる気だ。おい、まさかそこのサメ野郎が運転してんのか。いや、していない。電車に乗ること自体初めてだ。そりゃすげえ。変なこと言うから。この電車古いし、あんた並みに臭いんだけど。ジョーク下手くそだな。そこまで年寄りじゃねえよ。おいサメ、ブレーキを引け。ダメ、止まれ。一体何だ。感じる。何のことだ、からかっているのか。なるほど、何らかのメッセージだろう。それか、ミックステープかも。おめでとう、タスクフォース X。これを聞いているなら、一人は生きたまま作戦区域に到達したはず。シャークの手柄じゃねえがな。静かにブーメラン。地下深くでは通信が機能しないから、このテープで用を済ませる。目標を教えるわ。何が来るか。全員 C4 爆薬を持っているでしょ。それを使って古い駅の時刻表の壁を爆破して、中に入る。そこの建物の屋上に行き、私との通信を確立して。シージ大好き女。タスクフォース X、 命令は以上よ。無視したり逃げたり、何かしら私を怒らせたら、あなたたちがお互いの頭に埋めた小型爆弾を起爆するから。そのつもりで。生き延びたらまた話しよう。オラアウト。爆弾を設置した。よし、巻き込まれんなよ。3、2、1。よし、マンバットトンネルか。
くべきだ。あのジャンクションボックスに弾丸をたっぷりと打ち込んで道を作ろう。無駄だろ。お世辞はいいって。ここがどこかすらわからないんだ。今オラに従おう。スーパーヒーロー博物館かよ。ヒーローは嫌いだ。博物館もな。前にテレビで見たな。ホールオブジャスティスだ。カッパらおうぜ。ジャスティスリーグのことはかなり学んだつもりだが、思いのほか大きいな。サメ男、これは実際のサイズじゃないぞ。分かっている。ジャスティスリーグの宝が誇示されているな。気をつけろ。あーくそ。たく。大丈夫だ。何を見つけた？おとぎ話だと思ってたぜ。スピードフォースガントレット、千葉な博士がフラッシュの技をパクろうとしたやつだ。レッド、シャアがどこ行った？ガキども。おう、国際的暗殺者と来たらジェットパックは必須だよね。くそ、骨が折れそうだ。本当に折れそう。ジェットパックはデスストロークの方が似合いそうだしね。私の、帽子じゃ飛べないぞ、シャーク。俺は自力で飛べる。うわぁ、面白い。サメって飛べるんだ。よし、おもちゃと武器もある。さっさと屋上に出て自由を取り戻そうぜ。ああ、これ試そうかな。普段はガジェットそんな使わないけど、メトロポリスではやってみちゃおう。自由だ。僕はジャンプもおしゃべりも上手なサメだよ。お前ら、ガジェットいじりが済んだら、
屋上に行ってウォーラーに連絡するぞ。待たせときゃいいんじゃねえか。頭を吹き飛ばされるぞ。やっぱ早く行こうぜ。いいなこれ、やらずにはいられねえぜ。誰もシーフォー持ってないの？じゃあつまんない方法でこれを開けるの手伝って。片道切符だな。ほら、ほら、ほら。ああ、そっか。おい、ほら、ここは一体何なんだよ。どっからどう見ても戦場じゃねえか。空にはでっけえ頭蓋骨も浮いてるし。おめでとう、タスクフォース X。 メトロポリスに生きて入れた最初の部隊よ。そちらにトランスポンダーを送る。そのトランスポンダーを起動するように。ボラーアウト。聞いていいか、なんで俺らがこんなことに関わらなきゃなんねえんだ。そりゃこいつのせいだろ。あと好奇心なあ。ボラーの命令は絶対だ。へえ、飛び降りる覚悟はできたぜ。起動したか。こんな気色悪いもんの隣で死んでたまるか。やるぞお前ら。あいつらを撃て。あいつら何なんだ。この匂いは何だ。銃を構えろ。ほらほら、これがメトロポリスに行けない理由だよ。ランタンが助けに来た。くそ、この紫野郎、もう終わりだよ。グリーンランタンが、
よかった。ってあんた、なんか顔色悪くない？そいつは俺のセリフだな、ハーレークイーン。待て、クロイド・ロートン、アーカムのセキュリティはどうなってるんだ？ああ、まあいい。ブレイニアックの命で偵察中でな、付き合ってくれ。ああ！見ろ、俺たちに触れることすらできない。ブレイニアックは、ね、さっきから言ってるブレイニアックって一体何なの？ブレイニアックはこの世界に秩序をもたらすコルジンのものにしてな。やがてここは新たな惑星コルとなる。俺もそのために頑張り続けて3週間だ。それとメタヒューマンの捕獲、お前たちに可能性は見出せないが、活躍の場は用意してやろう。来い。ランタンさんよ。俺はメタじゃねえんだ。だから。し、これを見るんだ。しっかり見ろ。家に返してくれ。頼む。やめろ。やめてくれ。不格好で気色悪い。だが一度同化したら二度と戻らない。面白いだろう。つまりブレイニアック軍を、はぐれ者で強化していると。理解したか。800万人を輸送した。グリーンランタン、バックで大元令を守ろうとしない奴らめ。さあ、ブレイニアックとのご対面だ。ランタン、まずブレイニアックって野郎にぶち込んでからお前を仕留めてやる。なら発見したメタは3人と報告しよう。一人はバラバラ死体だったと。ラッシュ、お前どうやって船から降りたんだ？それは秘密さ。リーグは仲間を見捨てない。目を覚まさせてやるよ。ほうほう、そのセリフそのまま返す。オラ、頼む支援を。ランタンが危うく死ぬとこだったぞ。オラ、フラッシュが来なければグリーンランタンにやられてた。フラッシュがまだ人間なの？ランタンを超高速で屋根から落としてた。奴を連れてくる準備をしてもらう。偵察ルートで町を横断して道中説明する。そこは敵地、占領されたメトロポリスよ。今や地球上で最も危険な場所。人類は歓迎されないわ。カッサムみたいだね。このブレイニアックという男は同化した軍隊で町を占領している。兵士に戦車、ドローンにパトロール。やっべえぞ、でっかい宇宙船がどんどん敵を送り込んできてやがる。おい、見えてっか？必要なトラバーサル装備は盗んだようね。通りを避けて移動しなさい。プレイステーション。